こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。今回紹介するのはこちらのベースボールですね。まあ、こちらの機械はね、昭和57年に作られた機械ですね。まあ、当時はね、少年たちの、身近なスポーツといえば、野球だったんで、野球のね、キャラクターが、盤面に描かれてますよね。でね、これ中に蛍光灯が入ってて、これついてるんですよね。で、上の方がちょっとぼんやり照らされてるんですけどね。で、あとここのコイン のインジケーターなんかも、赤く、中の蛍光灯に照らされて、光ってるように見えますよね。でね、これ巷でよく見かけるキャッチボールっていう、これと似た機械があるんですけど、これがね、そのオリジナル版ですね。昭和57年に使えた。でキャッチボールっていうのは、これをね、ベースにして、平成入ってから作られた、レプリカというか、そういう復刻版ですね。なので、桁違いにこのベースボールが、台数も少なくてレアってことですね。でね、その証拠というか、その証に昭和時代に作られた機械は、ここはね、こういう8万ロックじゃなくて特殊な台鍵を使ってるんですよ。キャッチボールなんかだと8万ロックになってるんでね、こういうとこにも違いが現れてますよね。ではね、いつも通り遊んでみたいと思うんですけど、10円をね、10枚用意しました。これでね、10回遊んでみて、どれだけね、当たるのか試してみたいと思います。それではベースボール遊んでみたいと思います。まずは1回目。この機械は上からスライドして入れるタイプですね。グランプリと同じですね。ここに切り欠けがないのもグランプリと同じですね。なのでここまでは難なく来れるんですけど、ここから急に難しくなりますね。ラスト入るか。ラストショット入る。入った。20点券ゲット。幸先いいですね。2回目。こっから難しくなるんだね。5回目。ラスト。入った。またまた20点券ゲット。これで40点目ですね。これで6回目。ここまではお遊びなんで、ここからですね、本番が。強すぎたか。ラストいきます。はい。また20点券ゲット。これで60点目ですね。まだあと2枚あります。ここが難しいんだな。もう一回ラスト。こういうラストも入れてかっこよく終わりたい。ダメだったか。じゃあ結果発表ですね。10回やってみて、ここのね、ホームインに当たりに入ったのが3回でしたね。で、3枚とも20円券だったんで、合計60点ですね。
まあ、100円使って、まあ、60点なんで、まあまあの成績じゃないですかね。ではね、今回はベースボールをね紹介しました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。次の動画も見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。全国のちびっこ諸君、クロマティは子供の頃エマニュエル坊やとして活躍していたぞ。